おう、よかったよ。さてと、大口に行きましたけど、もう普通に行ったけど、間違えて反対方向の方行ってましたね。じゃあ、大崎方面やから、ね、こっちだよな。岡崎方面かな、ね、って言ってたんやけどな。真ん中に竹富の線が入って、両端に東海道線なんだ。この列車は各駅に停車した。柿山です。この列車が先に参りました。柿山です。山に来ましたけどね、ここの駅であれか快速と入れ替えるのか。で、ここから乗り換えは取ってみたらいいんだ。こっちでいいのかな。さてと、IC で終わりで420円か。まあまあ確かにかなり安めにショートカットはできますけどね。路線図がねえか。名鉄はどっち？こんな感じね。東海道線がずっと走っとってて、今度この三河線のね、無線ですけどね。この先に自由があって、自由が来てるのに乗っていったら行きますよ、ということなんですよね。言うて電車の感じですかね。カニが久しぶりだな。多分、就活で、駅使って以来駅に来たのはだから15年ぶりとか。地流行き、地流だから反対だからいいや。まとないなんだ。改札通り、あ、こっちがね、ははは、名鉄の改札駅になって、こっちに来ると今度は形勢逆転する感じですよね。さっきの神田の方はだいぶ名鉄の方のが栄えてる感じでしたけど、こっちの方は今度は一気にこっちの方がローカル感出ますもんね。で、碧南方面は2番ぐるっと回ってこっちでいいのかな。同じホームの乗り位置が逆になってるんだかな。あ、こっちには地流行きが来て、出してあるんですね。
ご飯を講和でね、12時半ぐらい食っとって、今も4時前ですもんね。ほぼジャスト4時、15時53分ぐらいですからね。いやー、やべえな、やっぱ、お前きついね。ということで、まあ、7年まで来ましたよと。4両編成までは対応してるんですね。こっちの電車はまだそのまま止まっとって、今来た電車がまた折り返してく感じみたいですね。面白い構造やな。あ、大丈夫かな。さあ、ちょっと一応こっち側へ取っていきましょうか。ターミナルってことでね、やっとくときは。やっぱこんな形なんだな、名鉄は。奥のこっちじゃなくて手前につけるんですね。へえ。何回は奥につけてしまってもね、こっちになんか光るやつをつけるような、やっぱ大手さん、いろいろなパターンがあるんですけど、この奥は、あ、奥はこういう感じですよ。行き止まりになってるか。あ、全部やっぱ、線路の線路切れるところにつけるんだな。へぇ、あ、こういう感じで、わかりやすいな。ここわかりやすい。砂利があって、この上につけるパターンがね、結構見とったら多かったですけど、手前って案外なかったね。そういや、まあでもそこまでしか来れんもんね。さあ、っていう話をしとったら、改札口がこっちで、問題はこっからなんですよね、また。これが名鉄の特徴でもありますけど、よいしょよいしょ。さあ、手前来たけど、問題は次が通り。こういうこと思ったら、まあ、さっきよりはあれですけどさ、関西まで大変ですからね。川通りの方、平吉田にバスがあるぞ。これも止まった方が早いんじゃね。こんな感じなんだ。そこは蕎麦屋、あ、だいぶ片方か、蕎麦屋さんかな。もうすぐ出る。まだ出ない。これが平吉田行き。今16時ジャストやる。16時？これジャスト？どっち？今日はこっちか、ドキュージターとかやから12分かな。あ、私はでもこれで。平吉田行けるんだったらこれ行った方がいいや。で、運賃は均一で200円。あ、安いじゃん。あ、これでいいや、これでいい。200円でここショートカットできるのは大きいわ。なるほどな。で、くるくるバスターこんなんもあるんだ。これは碧南の駅周りをぐるぐる回ってるんだな。ははは。コミュニティバスって感じですね。一緒でもない。役所からいろんな運行系統があるんですね。ああ、右回りか左回りかみたいな感じか。でもまあこれは1日4便って感じですからね。あ、こっちは8便あるけど、こんな感じなんですね、碧南駅。よし、じゃあ取ってきましょうか。2000円。あ、ちょっと頑張ってました。200円で決めると全然いいの。これはありだ。